今回は最新話1094話で登場した驚きの事実を紹介していきます。アニメは単行本に含まれない内容があるのでネタバレ注意でお願いしますね。約1ヶ月ぶりに再開したコナンの連載、映画が盛り上がる中連載はストップしていたので待ちわびていた人も多かったのではないでしょうか。今回のシリーズはコナンが世良が滞在しているホテルに行く話。まだシリーズが始まったばかりだけど、なんとある衝撃的なシーンが早速登場していました。それは赤いファミリーにまつわるめちゃくちゃ重要な謎。一体どんな内容なのか、まずは簡単なあらすじから紹介していきましょう。1094話のあらすじ。1094話はコナンが本屋さんに行くところから始まりました。ランが世良真澄から推理系の本がたくさん置いてある本屋があると言われてコナンに報告。コナンが一人で本屋にやってくると、お店の前には世良が。世良の巧妙な手口でコナンはシャワーを浴びなければいけない事態になり、コナンは世良が泊まっているホテルへ向かうことになります。コナンにはスースーバレちゃってたけど、セラはコナンにシャワーを浴びさせ、その隙にコナンが持ち歩くアポトキシン4869の解毒薬を盗もうとしていたのです。コナンもその作戦に気がつき、今日はあの薬持ってないよと伝え、セラの作戦は失敗に終わりました。その後コナンがシャワーを出ると攻勢が逆転。今度はコナンがセラに探りを入れていき、メアリーの存在を突き止めようと問い詰めます。でもここで事件が。なんと謎の爆弾犯による暗号が発見され、あと1時間でホテルの部屋が順番に爆発される事態に発展しました。ロビーでテンパってるセラとコナン。するとそこにランのお母さんである木崎エリ先生が登場。コナンとセラ、木崎先生の3人で事件を解決するような展開になる中、今回の1094話は終わりました。セラが久しぶりに登場し、メアリーとコナンが急接近。さらには木崎先生も登場して何かしら動きがありそうなシリーズとなっています。コナンたちが無事に事件を解決するのかも気になるけど、この話では赤い家で最大の謎、赤いツトムの正体が決定的になったと考えられるのです。一体どういうことなのか順番に紹介していきましょう。赤いツトムは黒田兵衛。この回で注目したのはシャワーを上がったコナンがセラとティータイムを楽しもうとしていた時でした。メアリーが奥の部屋に隠れる中、セラはコナンに紅茶を飲もうと提案します。するとコナンがキレッキレの推理を披露。セラが僕は紅茶党なんだとごまかす中、コナンは洗っていないティーカップが2種類の飲み方をされていることに注目します。そして一方はイギリス人に多い飲み方だってことから、部屋に隠れている人物はイギリス人だと推理をしたのです。その後コナンはメアリーの正体に迫ろうとしましたが、あと一歩のところで爆弾の情報が飛び込んできてしまい、対面できずに終わってしまいました。考察が大好きな探偵さんからすると、爆弾とかどうでもいいんだよ、早く会えよバローって場面だったけど、実はこの紅茶に関する内容は黒田兵衛の正体は赤いツトムだってことにつながっていたのです。黒田が初めて登場した時、部下だった諸伏隆明は、今の課長は紅茶党だったかと、と話していました。紅茶の文化といえばイギリス。コナンの作中でも紅茶はイギリスに関係するものだって内容が何度も散りばめられてきました。コミックス74巻でセラが登場した回では、モブキャラが紅茶の銘柄は社長が好きだったプリンスオブウェールズでよろしいですかの言葉も。このプリンスオブウェールズはイギリスの戦艦の名前。紅茶にはダージリンとかアッサムとかいろいろあるにもかかわらず、わざわざセラの登場回でプリンスオブウェールズの言葉が出たのはイギリスにつなげる伏線だと考えられるのです。そんな中、今回は新しくメアリーが紅茶好きってことが発覚。これまでに登場していた黒田とメアリーの数々の共通点と合わせると、その正体は決定的になったと考えられます。今までに登場していた共通点の一つは、初登場回に2人とも赤の伏線があったこと。メアリーの初登場回は赤い女の惨劇、一方の黒田は赤川の水の言葉が登場し、話の舞台になった妻女山は赤坂山と呼ばれていた山でした。2つ目は口調。メアリーはセラに抜かるなよと発言、一方の黒田は安室さんに抜かるなよと言っています。また口調に関しては赤井さんがとても警護が必要な女性には見えんがなと言っていたのに対して、黒田はとても見誤る風体とは思えんがなと言っており、赤井さんとも口調が同じでした。そして今回メアリーは紅茶好きって新情報が。これほどまでに多くの共通点があることを考えると、
黒田は赤井勤で間違いなし。真実はいつも一つと言えるでしょう。このシリーズでは爆弾の事件を解決するために黒田がホテルにやってきたり、セラが犯人を突き止めて新聞に載って黒田が目にするって展開も十分考えられます。そんな黒田につながる展開も楽しみな中、このシリーズでありえそうな他の展開も紹介していきましょう。キサキエリからのヒント、一つ目はキサキ先生です。キサキ先生とセラは以前もあるホテルで会ったことがありました。その時はまだセラが赤井さんや周吉と兄弟とはわからない時。この時にキサキ先生はセラが電話をしていたのを目撃し、その相手はお兄さんではないかと伝えてくれています。今回も以前と同じくホテルでの話、コナンが来る前にキサキ先生がメアリーを目撃していたり、事件を解決する中でメアリーを見かけたりなど、何かしら新情報を漏らしてくれる可能性が考えられるでしょう。2人がついに対面。今回のシリーズで最も期待したいのはコナンとメアリーがついに対面すること。今まで何度かニアミスがあったけど、今回の事件は爆発まで1時間に迫った絶体絶命の状況。コナンと会いたがらないメアリーもさすがにこれだけ危険が迫っていたら手を取らざるを得ないでしょう。というかメアリーはホテルの部屋にこもっていたままだとそのまま爆発に巻き込まれる可能性もあります。となると事件を解決するとき、もしくは解決した後についに2人が対面し、アポトキシン4869を飲まされたきっかけなどを話すのではないでしょうか。また2人が対面したらあの超人気キャラとの可能性にも進展が生まれるはず。それはアイちゃんです。アイちゃんの母親であるミアノエレーナとメアリーセラは姉妹。でもアイちゃんは素性を隠して生きているし、子供同士はお互いにいとこだとは知りません。でもコナンは前にアイちゃんが目にメイクした顔を見てメアリーとそっくりなことに衝撃を受けたことがありました。コナンとメアリーが対面することになったらアイちゃんとセラたちの血縁関係にも徐々に進展が生まれてくるでしょう。作中に登場した謎の人物、今回の話ではある怪しい描写が登場しました。それはセラとコナンを尾行しているかのような謎の人物です。コナンとセラがホテルに向かおうとしているとき、一枚のイラストが描かれていたのは黒い靴を履いて二人の方に向かっている謎の人物の足元だったのです。今回の爆弾犯って可能性もあるけど、二人を追いかける新たな新キャラの可能性も考えられます。今のところ1枚の足元の情報しかないので、 IQ4869 を誇るホピでもちょっと解明できないけど、その人物は誰なのか今後の展開に期待しましょう。今回は最新話1074話で判明した衝撃の事実を紹介しました。紅茶の情報からメアリーと黒田には新たな共通点が生まれ、黒田の正体を赤井勤めって可能性がさらに高まりました。木崎先生とセラが対面しどんな動きを見せるのか、またコナンとメアリーはついに初対面を果たすのか、いろんな動きが考えられるシリーズなのでぜひ注目していきましょう。他にも1094話で衝撃の事実を見つけた名探偵さんがいたらぜひコメントで教えてください。